吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらローソンのスイーツ6品を食べたいと思います。しっかりいいよっていう感じですね。はい、こちらから新作のベリベリマスキーとほうじ茶バスキー、ミルクバター、つゆふわケーキといったケーキ3種に、あと鬼滅の刃の今川焼きと岩ドラ、そしてローソンおなじみのプレミアムロールケーキです。あ、これは以前レビューしてますので、今日はもうレビューなしでそのままあっさりといただいちゃいますね。ではまずはこちらのじわじわじゃなくてじわドラから食べていきます。なんか結構大きいですね、これ中身は。こんな風になって、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとなんか濡れてるんだけど、これ手掴むやつじゃないかもしれない。まあもう掴んじゃいましたけどね。ではいただきます。はい、次は鬼滅の刃の今川焼き。誰かの絵が描いてあるものですね、これ。自分はネットで見た時にはいつこの絵が描いてある。おっと、主役の炭治郎くんの絵ですね。ちょっとかわいそうですけど、ちぎっちゃいます。おー、結構弾力のありそうな生地ですね。中はチョコクリームたっぷりです。ではいただきます。はい、続きましてはほうじ茶バスチー。ほうじ茶というだけあって抹茶色ですね。通常のバスチーとはまた違った美味しさがありそうです。それではいただきます。はい、続きましてはミルクバターつゆふわケーキ。なんか軽そうな生地とホイップですね。でもバターってことは結構濃厚だったりするのかな。ではちょっと断面見せづらいですけど、こんな風になってます。いただきます。ラストは鮮やかな色のベリベリバスチー。これも美味しそうですね。見てください、この果肉がいい感じに彩ってくれてます。それでは、ちょっと慎重になってますが、はい、こんな風に下にも紫があるのかな。ではいただきます。最初のどら焼きでちょっと失敗した感はありますけど、今回もどれも美味しいですね。最後にだけのベリベリバスチーは甘酸っぱい。あ、でも一番のお気に入りはやっぱりあれかな。もちろん全部美味しいですけどね。最初のジュワドラ焼きバターホイップはやっぱり生地の部分にバターが何か染み込んでますので、ドラ焼きの感覚で手に持って食べるとえらい目に合いますね。これスプーンで食べるって書いといてほしかったなあ。味はあっさりとした甘さのドラ焼きがで、ね、とっても美味しかったですよ。特にあんこ、やっぱりバターとあんこって合いますね。で、続きましてのこちらの鬼滅の刃今川焼きは、中のチョコクリームが濃厚な苦味あるもので、ちょっと甘いだけじゃないそういう良さがありましたね。今川焼きって甘いイメージがあったんですけど、こういうちょっと大人なイメージもいいと思います。そしてこちらのほうじ茶バスクチーズケーキ、これはなんかコーヒーとかともまた違うほうじ茶のほろ苦い香ばしさが口の中で噛んだと同時に広がってきて、チーズの濃厚さともうまく相まっている、とっても美味しかったです。で、次のミルクバターケーキはふわふわとした生地の中からほんのりバターのコクが口の中に広がってきて、あっさりいけるのかなと思いきや、重いのかなと思いきや、どちらでもなかったりして、ちょっと意外で美味しかったですね。そして最後に食べたベリベリバスクチーズケーキ、これちらはベリーの甘酸っぱさがしっかりと感じられて、下にも入っていることでまた意表を使うような形でそれを感じられてよかったですね。でも今回の中で一番美味しかったのはほうじ茶チーズケーキでしたね。濃厚な食感とともに来る香ばしさ、本当に何とも言えませんでした。なんかさっきもいただきました。というわけで今回はこちらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、それ風花にダンス踊るやこの体、また踊っている動画投稿したいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。